目を覚ませば隣に入江くんがいる。なんて幸せなんだろう。ひょっとして私の幸せって世界一？結婚して2年半にもなるのに、入江くんへの好きは毎日新記録更新中で、おはよう。むくんだ顔で見てくんなよ。目覚め悪いな。今のセリフは置いといて。大好き。おはようございます。あら、おはよう、ことこちゃん。春休みぐらいゆっくり寝てればいいのに。一応嫁ですもん。あら。優しいおしゅうとめさん。おはよう、ママ。あ、ことこちゃん。おはよう。おはようございます、お父さん。あ、コーヒー入れましょうか。あー、ありがとう、ことこちゃん。優しいお父さん。ことこ、てめえ、生徒手帳入れたままシャツ洗っただろ。バレた？これじゃポケット入んねえじゃねえか。まあ、こいつは置いておくとして。おはよう。おはよう。ことこ、コーヒーくれないか。はい。そして、そして、世界一かっこいい旦那様。この幸せはずっと続くはずってそう思ってた、この時までは。あ、そうそう、みんなに言い忘れてたんだけど、明日から当分の間、リカちゃんがうちで暮らすことになったから。リカ？リカが？帰ってきてたんだ、あいつ。そうなのよ、7年ぶりに。あの、リカちゃんって。そっか、ことこちゃん知らなかったわね。お兄ちゃんとゆうきのいとこなの。ことことは比べ物にならないぐらい頭がすっごい良くて美人なんだ。はい。7年前お父さんの転勤でアメリカに行くまではうちへ来てよく遊んでたのよ、3人で。当分うちで暮らすってなんだよ。ああ、家族はこっちに戻ってこれるのは5月になるらしいんだけど、リカちゃんだけは4月からこっちの高校に通うんで先に帰ってきたんだって。だからご両親が戻るまでの1ヶ月間うちで預かることになったってわけ。そっか、リカが戻ってくるのか。こんな綺麗な結城くんがこんなに喜ぶリカちゃんって。そういえばリカちゃんって言ったらピアノコンクールや料理のコンクールなんかよく優勝してたね。うん、性格も明るいしいい子よね。うん、そうだな、小さい頃からよくできたやつだった。リカちゃんってなんかパーフェクトな子なんですね。バカ子とことは正反対だよな、リカは。ことこちゃんも妹ができたと思ってよろしくね。はい。お母さん、リカちゃんの歓迎会にごちそう作るって張り切っちゃってたけど、どんな子なんだろう。うまくやっていけるといいな。よいしょ。ごめんなさい。こちらこそごめんなさい。
何かうちにご用だったの？ああ！もしかしてリカちゃん？リカちゃんでしょ？いえ、違います。あ、違う。あ、ごめんなさい。ありがとう。ほんとすいませんでした。いいえ。ああ！もしかしてゆうきくんのお友達？え？いや、じゃあ失礼します。あ、ちょっと待って。あ、ただいま。おかえり。ったく、前見ろよ前。見てるもん。いきなり突進してきやがって。ね、ゆうきくんと同い年ぐらいだったの、あの子。お兄ちゃん。おう、ゆうき。ゆうきくん、あのね、今そこでね。お兄ちゃん、リカが、リカが来たよ。え？おい、リカ。わあ、すごい可愛い子。ナオキ！ナオキ、またかっこよくなった。お前もまた美人になったな。私のためにありがとうございます。皆さんお変わりなくて、リカは嬉しいです。うん、それでは今日はリカちゃんが無事に帰国できて、そして当分の間我が家の一員になるということを祝して乾杯。乾杯。はい、ありがとうございます。はい、おかえり。ありがとう。よろしくね、ことこさん。よろしく。あ、明日からもう高校編入なんでしょ？はい、聖地すみれが丘学院へ。すみれが丘学院？あの超頭良くて有名な。あ、たまたま実家が近所だったから。たまたま実家が近所だからって入れる学校じゃ。なんでもほぼ満点だったんでしょ、編入テスト。満点。コトコも少しぐらい理科を見習えばいいんだよ。あら、コト
子さんの方がすごいと思う。ないですか、琴子のどこが？リカより？だって試験で満点取るより直樹のハートを射止める方が100倍難しいと思う。あら、そう言われてみればそうねお兄ちゃん偏屈だから直樹が結婚したって聞いてうち大騒ぎだったんですよ。女嫌いで通った直樹を落としちゃえる琴子さんってすごいなって。あ、かなり頑張っちゃったあ、でももちろん琴子さんからアタックしたんでしょ。うん、そうだよねじゃなかったらあー、こうなるんだったらアメリカ行く前に直樹に妻つけておけばよかったな。いくらいとこだからってさっきからひっつきすぎじゃないのこの子。はいはい、リカちゃん、再大社へのスケジュールはもうそれぐらいにして自慢のラザニア食べないうちに食べてね。あー来たおばさんのラザニア懐かしい、うん、はいどうぞ、はい、いっぱい食べてね。いい匂いだね。これこれ、うん、あ、いいとこだ、いいとこだ、それ。リカちゃんってオープンな性格なのよ、昔から。気にしないでね、全然悪気ないのよ何言ってるんですか、全然気にしてないですよ、お母さんってば。心配しないでくださいちゃんってさ、かわいいね。スタイルもいいし。そうだなあ、それに入江くんとは、なんていうか、すごく仲がいいんだね。バーカ、焼きもち焼いてんのか。俺にはお前が一番さ、分かってんだろ。なんて。そうだな、確かに女の中ではあいつだけは仲良かったな。え、お前あんなやつと比べない方がいいんじゃないか。落ち込むだけだ、リエ君。ま、せいぜい仲良くやってくれ。おやすみ。それ大ピンチじゃない、あんた。いや、やっぱり相手はピチピチの女子高生。顔、スタイル、頭、すべて完璧なんでしょ。うん。で、昔からの幼なじみのいとこ、あんたの知らない入江さんとの過去をたくさん持ってる。いきなり抱き合って直樹呼び捨てやるわね。敵ながらあっぱれだわ。いや、敵って敵でしょ。あんたにとっても私にとっても。でも別に入江君に恋愛感情があるわけではないだろうし。うん、多分終わるに決まってんじゃないの。何言ってんの、あんた。相手はあの入江さんよそうかな。絶対そうだ。パフェ美味しい。うん、まあ確かに明るくてすごくいい子っぽいんだよね。ただ私だけがちょっとあの空気に入っていけないっていうか、疎外感っていうか。なるほどね。あんたの今回の最大の問題は家族ね。え？いつもあんたの味方だった家族が今回はみんなその子についちゃってるってことよ。そんな大げさな。甘いわね。そんな悠長なこと言ってられる場合じゃないわよ。みんながそのリカって女をチヤホヤしてるうちに入江さんいつの間にか取られちゃうんだから。そんな、あんたは綺麗さっぱり忘れ去られちゃうの。もう戻っちゃう。
しゅ、琴子ごちそうさま。え、私のおごり？やっぱりリカちゃんって入江くんのこと好きなのかな。何？これは私の思い過ごしよ。二人はただの幼なじみ、兄弟みたいに仲がいいってだけで。私がもう少し鼻が高くて、顎がとんがってて、頭が超ちっちゃくて、スタイル抜群で、足があと5センチくらい長くって、テストで平均70点くらい取れる頭だったら、もう少し自信持てたのにな。リカちゃん、やっぱり琴子さん。何ウィンドウとにらめっこしてたの？いや、別に。偶然、一緒に帰ろ。スミレが丘の制服似合うね。さっきからここまで来るのにナンパされまくって嫌になっちゃった。ナンパされまくり？ガキばっかね、こっちの男って。いいですか？クラスの男子もレベル低くて、かっこいい男子なんて皆無よ皆無。私さ、直樹見て育ったからダメね、男に厳しくって。いや、イリと比べちゃかわいそうよ。ねえ琴子さん、直樹私にくれないかな。え、いいでしょ、ね、ちょうだいなわけ。リカちゃん、それはやだ、琴子さんの顔ったら。冗談よ冗談。冗談冗談ね。イリエ、お腹すかない？俺いいや。え？お腹すかない？お腹すいた人。ナオキ！リカ、お前なんで？よかった、会えて。ナオキの大学見たかったの。誰？この可愛い子。いとこだよ、いとこ。俺忙しいんだ。やだ、お茶するだけでもいいから。たく、わがままなやつだな。よかったら僕も。確かに可愛いわ。なんて子に暮らしいキューティーなハニーなの。琴子、こりゃやばいわよ。やっぱり そうかな。バカ言ってんじゃねえよ。ケータ。さっきから聞いてる。何ビビってんだよ。いいか、お前は入江直樹と結婚したんだ。強い夫婦の絆ってもんがあるだろうが。こんなことぐらいでオロオロすんなよ。だってもっと自信を持てよ。お前にだっていいところはあるんだから。ケイタ、そうは言ったってね。まあそりゃあんたは必要以上にコトコのことをよく見てあげちゃう人だけどさ。じゃあコトコのいいところって具体的に教えて。おう、それはそれはあれだよ。どこ？言ってみなさい。うん。だからその。そうよね。ケイタの言う通りだわ。私は日枝直樹の妻なんだもんね。入江琴子なんだもんね。琴子？もっともっと自信持たなきゃ。そこまで自信持たなくても。ひかちゃんになんか。うるうるしてられないわ。とはいえ気にしないと思っても。誰だろう。
お母さん洗濯物でも。琴子さん。え、リカちゃん、どうしたの？一緒風呂入ろ、琴子さん。いや、リカちゃん、ちょっと。いいじゃない、女同士なんだし。ね。いや、すごいプロポーション。ねえ琴子さん、プロポーズってやっぱり琴子さんからしたの？違うわよ。へえ。どうもリカちゃんのペースにはまってしまう。ダメよ、ダメダメ。あたふたしちゃ、堂々としなきゃ。堂々と。相手はたかだか高校生じゃない。しかも私は入江くんの妻なんですから。もう一つ聞いてもいい？何？直樹ってキスうまい？え？なんで？どうだろうね。うまいも何も。私は後にも先にも入江くんとしか。へえ、そうなんだ。じゃあわかんないわよね。私はアメリカでボーイフレンドもたくさんいたし、結構したな。ダメ、のぼせてきた。ちょっと私もう上がるね。でも今まで一番キスがうまかったのは直樹だったな。え？直樹ってキス上手だよ。今なんていいなあ、琴子さんっていつも直樹とキスできて。もう私ももう一回直樹とキスしたいな。でもキスってほらよくあるじゃない。幼馴染が小さい時にするほっぺにチューとか。私が小5で直樹が高2。あ、もちろん唇と唇よ。お互いファーストキスだったと思う。うそー！琴子さん？入江くんのファーストキスの相手って私じゃなくてリカちゃんなの？琴子さん、誰か嘘だと言って。入江くん、おい琴子。よかったわ琴子ちゃん。気がついたのね。びっくりした。いきなり倒れるんだもん。冷たいお水持ってきてあげるわ。あと氷枕も。リカちゃん手伝って。はい。じゃあお大事に琴子さん。ったく、のぼせるまで入ってんじゃねえよ。入江くん。あのさ。なんだよ。入江くんのファーストキスの相手ってリカちゃんなの？ファーストキス？なんだよいきなり。ねえどうなの？そういえばそうだったな。ついこの間までの私の幸せは、永遠に続くはずの私の幸せはどこ行っちゃったの？琴子さん。
私直樹と付き合うことにしたから。え、何言ってるのよ。入江くんは私と結婚してるんですからね。だってどう見ても私の方が直樹とお似合いだもん。それに私の方が先に直樹とキスしたのよね、直樹。ああ、そうだな。私と直樹はファーストキスの相手同士なの。さあ直樹、あんな人と別れてキスしましょう。ああ。ですし、もっとゆっくり寝てていいのに。あ、エプロン借りてますね。ねえ、直樹はオムレツ好きだったよね。オムレツでいい？あ、僕も。オッケー、任せて。あ、リカちゃん、いいわよ、私やるから。あ、でも私の方が作るの上手だし。いや、やってみないとわかんないでしょ。いいから、琴子さんは休んでてください。キューティーでハニーなことを入江さんがね。でも入江さんほどのいい男だもの、男としかしてないって方が考えづらい。入江くんは全然そんな風じゃなかったもん。いい夜女を振って振って振りまくって。そう、私の知っていた入江くんは優等生でクールで女嫌いな男の子だった。一目で恋に落ちたあの日から毎日入江くんだけを見つめ続けてきた。会えた日にはハートマークをつけたりして。これ、あんたの。入江くん、ありがとうございます。あんた、F 組？はい。すごいんだな、F 組って。そうですか。そんな点数初めて見た。いや、それほど。でも本物のバカだな。あれがきっかけで告白しようって思ったんだっけ。好きです。いらない。思えばあそこから私の波乱万丈の日々が始まったのよね。でも今となってはそれもいい思い出。直樹ってキス上手だよ。二人ともファーストキスだったと思う。もちろん唇と唇よ。そっか、
私が入江くんと初めて喋って浮かれてた頃、入江くん、リカちゃんとキスしてたんだ。なんだか、あの頃の私が傷ついちゃった気分。あら、どうしたのこれ。素敵じゃない。ん、あ、それ最近なんか落ち込んじゃって、だから自分を励ますためにテンション上がる写真をパスケースの中に入れて毎日眺めてるの。ほんと素敵、入江さんが。ほんとだ、入江さんだけ素敵。私とだけキスした入江くんしか知りたくなかったのに、知ったからには気になる。どこで、どんな時に、どんな風に。リカのこと知りたい。ユウキくんだったら知ってるでしょ。そうだな、僕たちちっちゃい頃から仲良くて三人兄弟みたいだったな。リカちゃんは入江くんのこと好きなの。さあな。でも僕リカが大好きだったから、ずっと家にいてってダダこねてたらリカが僕に言ったことあったな。お兄ちゃんと結婚したら僕の本当のお姉ちゃんになれるよって。結婚。うん、だからお姉ちゃんになってほしかったらお兄ちゃんと結婚できるように勇気も協力してって。そういえばあの時約束したな。ねえ琴子さん、直樹私にくれないかな。ずっと小さい時から入江くんのことが好きだったんだ。入江くんのこと本気なの。よし、これなら。あら、琴子さん早いのね。リカちゃんこそ。どうしたの朝から。二人で仲良く作ったのね。いいわね、女の子って。おはよう。入江くん、直樹。直樹、これ絶対美味しいよ、食べて。入江くん、これ自信作なの、食べて。朝からそんな食えねえよ。どんな、お願い。ひどい、せっかく直樹のために。どれから食べればいいの。まずい。直樹、こっちも食べて。うまい。ほんとよかった。直樹、昔から生まれて好きだ。琴子ちゃん、くじけないで。私ってどうして。琴子、コーヒー。あ、コーヒーなら私が入れてきてあげる。いい。
コーヒーだけはこいつがうまいから。うん、今コーヒー入れるね。どうしたの？学校間に合わないよ。私直樹が好き。あなたよりずっと前から直樹が好きなんだから、直樹返してよ。何言ってんの？本気だ、本気で言ってる。私がアメリカに行かなかったら直樹はあなたと結婚なんかしなかったわ。どうしてそんなことが分かんのよ。だって直樹は私が好きだったんだもの。私たち熱いキスも交わし合ったのよ。直樹が私をギュッて抱きしめて、いいムードだったんだから。関係ないわよ。その時入江君がどんな気持ちだったか知らないわよ。私は遠くから見つめるだけしかできなかったんだから。でも少しずつ入江君が私を見てくれて、結婚しようって言ってくれたんだから。何が少しずつよ。無理やり押しかけたくせに。そんなことないもん。何よこれ。浮かれてこんなものつけちゃってバカみたい。返してよ、返して。一人で浮かれちゃってバカじゃない、こんなもの。いい加減にしてよ。リカ、ナオキ、ナオキ痛いよ。リカ、足見せてみろ。入江君のつもりじゃ。いい加減にしろよ。高校生相手に何ムキになってんだ。最近お前おかしいぞ。立てるか。家で手当てしてやるから。リカちゃんを抱えた入江くんが遠くに行っちゃった。もう遅いわ。もう12時過ぎよ。警察に電話した方がいいかしら。いやいや大丈夫だよ。琴子ちゃんももう大人だし。きっと落ち込んで帰ってこられないのよ。ガキじゃないんだからほっとけよ。ちょっとお兄ちゃん、なんで戦なの？どうせお兄ちゃんがひどいこと言ったんでしょ。そうだわ、きっとそうに違いないのよ。琴子ちゃん、琴子ちゃんだわ。琴子ちゃん、あら、お宅の飲んだくれ連れてきました。ああ、琴子ちゃんのお友達の、はい、あ、どうもありがとうございます。どうも。すいません、リカちゃんって子怪我させちゃってもうお家帰れないって朝からお泣きしてて。励まそうって話になって飲みに行ったんですけど。ダメだよ。琴子ちゃん大丈夫？ああ、お母さん。
入江くんは呼ばないでくださいね。怖いですからね。ちょっと早く降りて、重いんだから、ね、ったく何やってんだよ入江くん。悪かったな、キキョ、迷惑かけて。いや、ちょっと、もう初めてキキョって呼んでもらえた。ほら、さっさと行くぞ。いやラッタ、ラッタ、イリエ君は私のこと嫌いになったでしょ。大人げない暴力女って、その目が呆れてるって言ったのだもん。よーく分かってんじゃないか。呆れてるね、まったく。めくな。だって入江くんは私より、私なんかより、リカちゃんが、リカちゃんが、リカちゃんが。たく、寝ちゃったの、ことこさん。今朝は悪かったな、こいつが怪我させて。直樹に謝ってもらいたくない。お前さ、こいつのことあんまり挑発すんなよ。何よ、私がいつ。おやすみ。おはよう、リカちゃん。おはよう。昨日の夜は大騒ぎだったわね。何？昨日はごめんね。え？足怪我させちゃって、ちゃんと謝んなきゃって思って、大人げないなって。だからあなたも私にちゃんと謝んなさい。は？だってリカちゃんが最初にパスケット。直樹に言われたんでしょ、高校生相手にムキになるなって。ことこさん、今謝ったの取り消す。私は悪くない。やっぱり大人げない。どうせ大人げないですよ。失礼しました。悔しい、やっぱり仲良くなんてできない。ああ、焼けてきたよ。止めないうちに。おいでおいで。いっぱい食べてね。直樹、美味しそうなとこ取ってあげて。はい、サンキュー。うん、美味しい？ああ、うまいね。やっぱり外で食べるとうまいね。イリちゃん、食べ過ぎんなよ。大丈夫大丈夫。あ、ことこ、ビール持ってきてくれ。はい、私も行く。ことこさん、直樹を好きになったのっていつ？高一の時からだから8年前かな。
割と長いのね。まあ私は2歳からだから15年も前だけどね。リカちゃん、この間入江君を返してって言ったよね。おい、ビールまだかって。大変だ。私それだけは絶対にできないから。絶対にダメ。分かった。でもそれは琴子さんの意見でしょ。え、直樹の意見はどうかな。もし直樹が私の方がいいって言ったら、私に直樹返してもらうからね。いいわよ、聞いたらいいじゃない。ですって。聞いたでしょ直樹。え、ああ、大体な。私直樹のことずっと好きだった。私直樹が琴子さん好きになった理由わからない。私の方が直樹にふさわしいって自信ある。なのになんで琴子さんなんかと結婚したの。アメリカで私がどんなにショック受けたかわかる。だったらアメリカに行かなきゃよかったじゃない。どうして好きな人と何年も離れていられんの。しょうがないじゃない。私まだあの時小5で親についていかなきゃ。そんなの関係ない。そんなに好きな人なら離れられないよ。私だったらアメリカに行かなかった。私だったら入江君見てるだけでもそばにいたかったもん。リカちゃんには好きの長さでは負けるかもしれないけど、私の好きの重さには構わないわよ。じゃあ入江君はどうだか分かんないけど、そういうことだから。琴子さん、ああいうとこ、あいつのああいうとこが決め手だったかな。何にもできないやつで、お前とは大違いだけど、あのパワーが好きなんだ。リカよりも好き。ああ、リカよりも。そっか、確かに琴子さんならあの時アメリカに行かなかったかもね。そうだろうな。別れなのかもしれないって。これから一人で強く生きていく決心を。Thank you.
決心できた？できない。俺がいつお前に疑われるような態度取った？俺はそんな覚え一度もないぞ。俺はお前を選んだんだから、もっと自信持てよ。さ、お兄ちゃん最初琴子のこと嫌がってたのよ。あいつが来てから家がいっつも大騒動でさ。でもお兄ちゃんいつの間にか琴子のこと裏切り者。え？裏切り者。約束したじゃない。私が勇気のお姉ちゃんになれるように協力するって、私が直樹と結婚できるようにって。勇気のせいよ、勇気のバカ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 、ね、ごめん。おじさん、おばさん、皆さんいろいろとお世話になりました。寂しくなるわね。せっかくもう一人娘ができた気分だったんだけどな。またいつでもおいで。もちろん。今度は直樹よりかっこいい彼氏を連れて遊びに来るわ。ま、そんな人いないわね。あらあら、この二人ったら。リカ、またな。うん。なんだかここでこうしてるとあの時のこと思い出すわ。あの時？私がアメリカに出発する日、私と直樹が初めてキスした時のことよ。ああ、玄関でしたわけね。なんならもう一回再現してみせよっか。これが7年前の再現。ごめんね、琴子さんに言ったこと少し脚色しちゃったの。脚色？本当は私から無理やりキスしちゃったの。でもまあキスには変わりないからね。はい、これ。え？これ、私に？しょうがないから、直樹のお嫁さんとして認めてあげる。じゃあまた。気をつけてね。またね。じゃあね。バイバイ。騒がしい人ね。バイバイ、のんき。本当は私が一番リカちゃんの気持ち分かってたのにね。今度会う時はきっともっと仲良くなれるよね、リカちゃん。
きなあなたへ。好きでしょ。あの小さい目、私応援する。来週琴子のおふくろさんの命日ですよね。今年は俺も行きます。え、無理しなくていいからね。何か隠してますね。つけばわかるよ。想像を絶する大変な歓迎ありがとうございます。ただ直樹の木の字は樹木の樹の方でして、